2014年欧州議会議員選挙はヨーロッパの地域統合体である EU の議会である欧州議会を構成する欧州議会議員を全面改選をするために行われ EU 加盟28カ国で2014年5月22日から25日にかけて行われた加盟国の一員であるスペインでは2014年5月25日に投票が行われた本校ではスペインにおける 欧州議会議員選挙の結果について取り上げる。今回の選挙ではスペインに割り当てられた54議席を争った。選挙結果は2大政党である政権与党の国民党と野党第一党の社会労働党が1位と2位を占める結果であったが、両党とも得票数で前回選挙時よりもそれぞれ200万票以上を失い獲得議席数では 両党で過半数を維持したものの大きく減らし、それに対して二大政党以外の全国政党や地方政党、また現行の二大政党制に批判的な政党などが大きく票を伸ばした。また、この事実上の大敗という結果を受けて、社会労働党のルバルカバ書記長は秋に行われる予定であった同党書記長選出党大会を前倒して行うことを発表した。出典。 レスルタードースプロビナナルズ2014スペイン内務省2014年5月31日閲覧ヨーロピアンパーラメントリザルツオブザ2014ヨーロピアンエレクションス欧州議会2014年5月31日閲覧 A、エウスカルエリアビルドに属するジョス・ユリスティが最初の3年半欧州議員を務めた後グリーンズエファ会派に加わる 予定のマリシア民族主義ブロックのアナミランダと交代することになっている。ありがとうございます。